平野紫仕様、感動詞で DI になるのは俺は嫌、質問への返しに反響、人間できてる、信じてついていく。日本のエンターテイメント界において、アイドルとそのファンの関係は非常に特殊で深いものです。アイドルはファンから愛され、支えられ、ファンはアイドルに対して熱狂的な応援を送ります。しかし、時には感動詞で対立することもあります。 そんな中、元キングプリンスへの平野紫陽さんが自身のファンへの姿勢についてのコメントを SNS で行い、それが話題となりました。本記事では、平野紫陽さんのコメントと、それに対するファンの反応について詳しく探求します。平野紫陽のファンへのコメント。2023年9月9日、平野潮さんは自身のインスタグラムアカウントを更新し、 ファンから寄せられた質問に返答する形で、ファンへの気遣いと自身の考えを表明しました。特に注目を集めたのは、一つのファンから寄せられた質問に対する平野潮さんの反応です。質問の内容は、く君、簡単ふ。質問選ぶのを気をつけて、簡単ふ。色々言われちゃうの悲しいから、というものでした。 この質問に対して、平野紫耀さんはファンへの気遣いを忘れず、次のように答えました。色々いろいろ言われるというのは俺にあなたに俺は全然大丈夫だよ。と相手を気遣いつつファン同士とかでいいになるのも俺は嫌だな。とファンが自分のことで揉めるのは願わないと嘆きました。 このコメントは、平野紫耀さんが感動詞の対立やいい争いを好まない姿勢を示すものであり、多くのファンに感動と共感を呼び起こしました。彼の言葉からは、彼が自身のファンを大切に思い、感動詞が和合することを願っていることが伝わってきます。自身の基準で質問を出社選択。平野紫耀さんはコメントの中で、 本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいで難解やなんだよね。性格的なところももちろんあるからさ。とし、自身の基準で質問を取捨選択していることを明かしました。この和文から、彼がファンから寄せられる質問に対して真摯に向き合っており、質問の内容やトーンによって返答を選んでいることが伺えます。 アイドルは日常生活においても常にファンの注目を浴びており、ファンからの質問や要望に応えることは大きなプレッシャーとなります。しかし、平野紫耀さんはそのプレッシャーにも負けず、ファンに向けた誠実な姿勢を貫いていることが伺えます。ファンからの反応。平野紫耀さんのコメントに対するファンからの反応は非常に肯定的でした。 ファンからは以下のようなコメントが寄せられました。ファン同士で揉めるの早めようこういう男らしいところ好き自分よりまず相手を気遣う。溢れるほど愛の人だ。人間できているよね。揉めてる場合じゃない。信じてついていく。これらのコメントからファンは平野耀さんのファンへの気遣いと誠実さを高く評価しており、彼に対する信頼と愛情が強いことが伺えます。 また、SNS 上では、ファン同士が一時的にトレンド入りしたことからも、この話題が多くの人々に注目され、共感を呼び起こしたことがわかります。平野志耀さんのファンへのコメントは、彼のファンへの深い愛情と誠実さを示すものであり、ファンからは高く評価されました。 アイドルとファンの関係は特殊で繊細なものであり、アイドルがファンの期待に応えることは大きなプレッシャーとなります。しかし、平野志耀さんはそのプレッシャーに負けず、ファンを大切に思い、ファン同士が和合することを願っていることを示しました。このようなアイドルの姿勢は、 ファンとの信頼関係を築き、エンターテイメント業界において成功を収める重要な要素の一つです。平野志洋さんの言葉から、彼はその重要性を理解し、実践していることが伝わってきます。最後に、ファン同士が和光し、アイドルを支えることがエンターテイメント業界において持続的な成功を築く鍵であることを改めて考えさせられる出来事でした。